ます。恋人復活するやから、はい、うん。元ジャニーズは出ます。ちょっと世論的にはうんやねんけれども、うん、はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん。口から生まれた占い師、新宿高校西宮の兄貴、金田の木です。イエーイ。はい、ちょっとね、ある霊能者の方とジャニーズ問題をもろもろ紐解いて、霊視していただいて、僕がタロットで占ってっていうのをやってるんですけども、ちょっと今回紅白が今回ちょっとみんな難しいんかなと思うねんけども、うん、地上波民放がもうジャニーズ使わへん言うてんのに、うん、NHK なんかさらに使われへんやろみたいな感じなので、うん、ちょっと紅白に関して、うん、ジャニーズ事務所のタレントさんが出るのかどうかというのを霊視タロットでやってみたいと思いますので、はい、で紅白がちょっともうめちゃ爆破弾発言ですけど、はい、私的には0じゃない。出る。1。歌い手か司会か分からない。1組。うん、それがストーンズ。いや、ストーンズじゃなくて。なんか紅白、この活動する場とかいう。今まで5組ぐらい出とったで。そう、1。今年は1。なんか活動する場所みたいって、なんか紅白っていうか。紅白の問題はどうですか？いや、それはそうでしょ。 NHK がちょっと次は今はあのほら、冠で番組だったりしてるよ、うん、あれ何やったかな、ストーンズとキンプリやったかな、なんか確か、うん、やってる、うん、深夜の番組、うん、なんかそんなも多分はせえへんやろうし、こう、うん、一組ゼロじゃない、一組かな、死に出される、俺的にはちょっとしんどい、もうだって NHK からもうその恋人出てたらジャニーズの人たちを使うって意味やけど、逆出てるからな、うん、復活ない、ない、うん、分出しない、復活ない、真ん中も真逆とかで暗いの出てるバランスとかね、うん、今年はしゃあないかなあかん、出てるわ、うん、誰も出ないって言ってたね、こっちで石は出ないって出てます、出ない、出ない、あ、私1出ない、しかし1組、1組出ないから出ないって出た、出ないって出た、うん、何だろう1って出た、何だろう、この1は何だろう、この位置は何だろう、人も出るんかなと思って、この位置で何やろか、元ジャニーズ一人、元ジャニーズですかね、そんなんやったら誰か分からへんだって郷ひろみさんかですよね、あ、そっか、うん、なるほど、郷ひろみさんが大ヒット曲はないけどな、うん、なんか西タンクリーにコマーシャル出てるし、 TikTok で頑張ってやるんで、じゃんけんぽんゴーとかさほな一回出してみてください、あの元ジャニーズは出るか、ちょっとジャニーズ俺ないと思う、あ、元ジャニーズ、元ジャニーズ、元ジャニーズ一組誰やんか、コウヒロミさん元ジャニーズ、トシちゃん復活、わからん、元ジャニーズ、あの外れることもあるんでね石は今のケンジャニーズさんもごめんなさい、ゼロと出ました、ロッキーさんもゼロ、うん、ない、うん、私の石もゼロって言いました、なんだろうこの位置って、もうね、分からんことは分からんので、でも書いてもっとジャニーズやっても新旧いっぱいおるからな、ほんまやね、うん、あ、出てるね元ジャニーズは出る、あ、ある、はい、元ジャニーズは出ます、恋人復活するやから、はい、うん、元ジャニーズは出ます、ちょっと世論的にはうんやねんけれども、うん、まあだから人気のある男性やろうな、はい、もう誰か出る、はい、出ますね、それに関してはガンガン行く、うん、視聴率取れる、うん、復活する、これだから同じような、もうその
出ますかって聞いて、 NHK とそのタレントっていう意味の相性やから、うんうん、これは同じようなカード出てるんで、うんうん、NHK と元ジャニーズのタレントがやから出るな、うん、はい、じゃあそれが1なのかもしれんね。何とも言えないもん、ジャニーズ、元ジャニーズでいっぱいおるから。人数出ます、出せます。人数はようださん、出さん、うん、出され1がメインの、だから1人ピンでやってる人ちゃんか、あ、分からん。これじゃあ年末人グループなのか、まあまあ、まあ、とりあえず人グループやろうな、一組一グループ一人なのか、そうグループなのか分からへん、なんかグループが復活してなのか、元ジャニーズ男組とかな、復活して今年ごっつい頑張ってて、うん、あ、そうなんですか、うん、なんか元ジャニーズの復活はじゃああるってことですね、紅白で、はい、誰なの、とは言えな、うん、あのバリバリのジャニーさんがおった時のタレントになると問題あるんかなとは思うねんけどな、うん、これけどねあと3ヶ月ですか、うん、もう2ヶ月か、発表はもうすぐやで、あ、そうなんですか、うん、ほなほな、それをちょっとお楽しみに、うん、はい、誰が出るのか、はい、元ジャニーズはちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、元ジャニーズ一組ですか、元ジャニーズはやっぱり一組、なるほどね、はい、も俺も出ると思う、誰か出る、誰か、もう誰でしょう、ね、はい、一人だから、もうあんまりジャニーズ職残ってないぐらいの人ちゃうかな、誰でしょうね、うん、誰やろ、いっぱいおるかわからへんね、2人とか3人とかどうしましょう、うん、でもなんか1って感じが出てます、うん、はい、これかも、なんていうかな、復活なんでしょうね、うん、うん、ジャジメント出とうからね、うん、やっぱりこのジャニーズ色の強い元出るだから元ジャニーズのすごいゆかりのある多分数字も取れる、そう一組出るってことよね、はい、美味しいジャムが最近放送に出してますし、はい、ロッキーさんも払って言ってるんで、あ、もう誰か出るんでしょうね、はい、そんな感じでございます、はい、はい、ちょっとドキドキなんですけど、まあ、ジャニーズ事務所本体からちょっと出ないですけど、まあ、元ジャニーズなんか出ますっていうのが出ました、うんうん、はい、紅白楽しみにしてください、はい、はい、そんな感じでございます、はい、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いいたします、高評価もよろしくお願いします、ではまたお会いしましょう、バイバイ。